はい、大津先生こんにちは。こんにちは。今日はハーフ編の最終回ですね。はい。このシリーズ今日6回目ですね。結構まあ大好評だと思うんですけどもそのかなり出し惜しみなく、はい、すごいテクニックを教えていただいて。そうですね、出し惜しみなく。はい、横の大西さんも本当にこれ教えていいんですかって言ってましたからね、マジで。そうですね、はい。これ門外不出のイディプスの技出しちゃっていいのかって言ってましたね、はい、大丈夫なんですか、アムンさん。はい、あ、大丈夫です。もうレッツ BJJ です。 ありがとうございます、はい、何でもやります。あ、ありがとうございます。このシリーズまた続編とかやってくれるんですか。あ、そうですね、あの反響があれば。あ、絶対ありますよ、はい、続編はやっぱりスパイダーいっちゃいますか。あ、ご希望があれば。おお、見たいですね。これは皆さんもいいねを押したりとかコメントとかつけてくださいねお願いします。はい、というわけで最終回、はい、ハーフの最終回、今回何やっていただけますか。今日はですね、あ、はい、攻撃する技じゃなくて、ハーフガードで、ちょっとやられそうになっちゃった時のディフェンスとかリカバリー方法、はい、リカバリー、ちょっと細かいところを、やらさせてもらおうかと思います。よろしくお願いします。はい、ではお願いします。じゃあ、ハーフガードからいきますね、下の足を絡んで上の足をキャップした状態ですね、そして、下手を取るハーフガードですね。この辺のやり方は、今までの動画で説明したので、分からない人は、前の動画を見て、覚えてください。下手を取るハーフガードをやりましたですね。結構僕が今有利な状況なんですけども、上手な人はいろんな、抵抗してくるんですけども、じゃあパターン1は例えばここから、膝を抜いて、クロスにパスガードみたいな感じで追いやられてしまった。はい、これ結構きついですよね、このようなシチュエーションになってしまった場合やっていきたいと思います。この時は、まずしっかり背中は外さないようにしっかりコントロールしておいてですね、次に、左手はこの腰の手から、この入ってきた、ズボン、膝の内側を掴んでですね、膝と背中で相手が動かないようにコントロールします。これ弱いと、そのまま、膝を抜かれたりするとよろしくないので、そうですね、こすりにスライスされるとちょっと嫌な感じがするので左手でしっかり押さえて抜けないようにしっかり挟んでいます。これでコントロールですね。こうすると、相手がちょっと動きづらくなりますね。で、僕が、両手で相手を、コントロールしている状態ですね、はい、決して僕まだ負けてないの で, です、ね、これ両手。そしたら、右足を、ちょっと軽くステップバックしてすねの下に入れていくようにします、はい、このままで入るのに少しちょっと軽くステップバックして右すねを、相手のすねのすねに当てていきます。そしたら、この足でと両手でこの抜かれたこの膝を内側にしまっていきます。しまっていきますね、そしてリカバリーします。でこれ通常のこうハーフガードに戻すとこの動きが得意な人はまたやってくるですね。またやってくるですね。おもしくはあのここから逆サイドに腰を切ったり逆ハーフ、いわゆる逆ハーフにされたりして、はい、めんどくさいので、このタイプの人の時は、よいしょ、すね入れて弾いて膝を内側に戻して戻すね。この膝抜かれたくないのでこの時のおすすめは僕は、右足を手前に落として、いわゆるロックダウンですね。膝が抜けないように飛んだりです。そうすると今のニースライスとかの攻防相手はやりづらいですね。やりづらいです。ここに煽って作っていくといいのが僕はおすすめですね。よいしょですね。相手が飛びますね。手離しちゃうとやられ放題なので手は離さないようにしっかり両手で挟み込んで相手が来ないようにしてですね、ちょっとステップバックしてすねを探してですね、そしたら両手と右足でこのすねを元の位置、あ、膝を元の位置に戻してですね、そうしたら右足外して真下に入って相手の膝が向けないように挟んでみたいですね。そうすると今のクロスミをやろうとしてもらっていいですか。多分できないし逆に上に煽れるですね。なるほど、はい、できるですね。
じゃあこれが、1個目ですね。ちょっとどんどんいろいろやっていきましょう、はい。じゃあ今度はこのようなシチュエーションで、今脇を刺しているようです。じゃあ次に考えられるのは、本当は、腰を切られたくないので、しっかり腰と骨盤と背中をしっかり握って腰を切られないようにしてるんですけど、やっぱ上手な人は、やっぱ強い人は腰切る場合もありますね。これに負けちゃう場合もあるんですね、うん。この時右手を離しちゃうと完全に腰のコントロールが抜けちゃうので、どんどんやられてしまうので、右手はしっかり、腰を切られたとしても、手を離さないとしっかり引きつけておく状態ですね、うん。こういう状態ですね。で、右手は、左手は相手の腰を押さえておく状態。この時注意するのは、相手が上の方に登ってこられると、上の方に登ってこられると結構きついんで、上の方に登られないように頑張って下の方に落としておきます。なるほど。ここで、コントロールですね。これまだイーブンの状態ですね。なるべく下の方に落としていきます。足をインフックしていきます。ちょっと軽く指を見てインフックしていきます。よいしょ。いいですね。また同じように天井を向かない、膝を内側に絞っていきたいですね。外側に送り出していきます。よいしょ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 。理想はこれで相手がひっくり返ってくれれば、ひっくり返ってくれれば理想です。一番理想です。腰切られた状態からインフックしていきます。しっかりフックできたら出足を外して、送り出します。間違いはこの右足で蹴っちゃダメです。あ、はい、蹴るとどっか足いっちゃうんで、はい、そうすると押さえ込まれちゃうんで、蹴らないように、吸い付くように相手の足にずっとくっついてるようにして、多分帰ってくれるんですよ。やっぱり強いので戻ってくるんで、多分戻ってくると左膝が抜けるので、左膝手前から抜けるので、体に戻していきましょう。なるほど。僕はこのまま返しちゃうんですけど、おお。よいしょ。腰を切られたですね。上に登られないで、なるべく下に落とした状態ですね。しっかり腰をコントロール。インフック。足を外して送り出します。ずっとこの相手も多分バックフィックして左足を外したいんで、これを絶対外れないでくっついてこの姿勢を追っかけて、入れば一番いいですね。つまり相手がリカバリーして戻ってきた時に、この左膝が手前の腰の前に抜けるので戻してきますですね。相手が体を蹴って返してしまうのがいいでしょう。次にまた同じように相手が腰を切ってきたですね。なるべく下に相手はやりたいんですけど、相手が強くて上に来ちゃった場合、こう上に来られるとこ結構きつい。もう膝が結構抜けちゃってる状態、足首だけでロックしてる状態です。これは結構きついですね。これでしまっちゃった。インフックしようとすると多分引っかかんなくて足バックキックされて、もうこれ簡単にパスガードされちゃうんで、もし結構上まで来られて膝が抜けて足首だけになってしまった場合ですね、この時はもうこれはかなりやばいんで、今度右手離して、これは相手のズボンを直接掴みますですね。そして、インフックしていきます。これがこの時はこれがないと、この状態だともう結構簡単に足抜かれちゃうんで危ないんで、もしこの足首に膝が抜かれて足首だけになってしまった場合は危険なので、ズボンを直接掴んで引きつけていくようにします。こうするとちょっとディフェンスが強くなりますね。あと同じように、インフックしてですね、返していきます。で、多分ここまで追い込んでくる人は多分こんなんで多分帰らないですね。絶対帰らないと思うんで、多分元に戻ってくるんで、左膝を入れて、ガードに戻すといいと思います。じゃあ今が、下手を取れた場合なんですけど、はい、今度は、首と脇、下手取れなくて仮に脇をこう支えちゃった時ですね、はい、これ一番しんどい脇枕状態、一番しんどい状態ですね。
ここが苦しいですね。ノーラルって苦しいですね。ここからエスケープしていくんですけども、まあ、基本的にはこんな体勢にならない方が良くて、この体勢だったら結構、やばいんですけど、まだ逃げれるって決まるので、で、ここ苦しいんですけど、ここ一生懸命なんとかしようとしても結構難しいですね。相手の体重がかかってきちゃって、僕はこの時は左手で相手の腰ですね、腰をコントロールしてみましたね。腰に、相手の体重を感じる、あ、手に、相手の体重を感じるようにするですね。ここは弱いね。ここだと、自分の肘がまっすぐ伸びて、あの、突っかえ棒することができるんで、そうすると相手が押してきてもちょっと、威力を弱めることができるですね。なんもないともろにこの体重がかかってきちゃって、でこういうところやるっても今肘は上がってるんで、多分ちょっと力があんま突っかえ棒ができないんで、この時は骨盤を手で押さえてちょっと遠ざけるようにして、でも相手も強いんで多分そんな簡単には戻せないんですけど、ちょっとずつこう半身に、まあ、こう両右肩がついてリフォールされてる状態なんですけど、少しでもこう起き上がっていくような感じですね。下右手、今度はですね、この手は今までのシリーズはこう下手を取るってやったんですけど、はい、逆に上手を取るっていう、はいはいはい、相撲でいう上手投げの要領ですね。下もうこれ入らないんで、上手を取って帯と胴着を一緒に握って引きつける状態です。とはめていく状態です、はい、よいしょ。こうすると、僕的にはあの今首と脇取られてるんですけど、これ今イーブンな状態になったんで、あ、そうですか。ちょっと攻撃してもらっていいですか。あ、逆に結構脇と首を取られてるけど、そんなに嫌じゃない状況です。なるほど。これが首が完全に殺されちゃうと、これはもう完全に負けてるんですか。よいしょ。今首が完全に殺されないところまでリカバリーできたんで大丈夫ですね。下と同じようにインフックしていきましょう。膝の内側によいしょ、足を出してですね、相手を外に出しましょう。また帰る相手だ、やっぱ相手強いんで戻ってくるんで、左膝を入れてまた戻していきましょうですね。まだいろいろ危険な状況あると思うんですけど、とりあえず今日はこの辺の紹介になります。十分ですね。まあ、ハーフの相手が、腰を切ってきた時の下手を取った時と上手を取った時のリカバリー法でしたね、はい、そうですね、はい、というわけで このシリーズどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。また次のシリーズも皆さんあの見れるようにいいねとかコメントつけてくださいね、はい、よろしくお願いします。失礼します。今後はですね、うちはあの、まずあの地域の、子どもの育成に結構力を入れてて、あの近所の小学校とかと交流したりとかしながら、あの地域の子どもたちの成長とか、あと地域の防犯とか、子どもたちにの未来につながるような活動をあのチームとして、あと僕個人としてちょっとやってるんですけども、そういうのをあのもっと大きく、していって、今、おかげさまであの子どもの会員ももう40人から50人の間ぐらいで推移してるんですけども、いるので、もっと、子どもたちをここの場所で、練習できる環境を提供してあげたいなっていう、思いが一つと、あと、一般のクラスに、関してはですね、老若男女、いろんな人が、楽しく、練習できる、空間を作って、これからも作っていきたいと思っています。あとは、選手育成も、力を入れて、ですね、過去いろいろ、ここからもいろんな選手輩出してきたので、そうですね、指導方法とかは
間違ってないと自分では思っているので、より強い選手も育成して、かつ一般の会員さんも楽しめる空間を、より良い環境づくりをしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。